皆さんこんにちは、鉄道写真家の、快速 SL 五条幸せ物語と申します。本日はですね、先日新聞や、インターネットの方で、発表がありました、キハ8500型が、こちらの施設、福島県会津若松市にあります、安らぎの里会津村より、いろんなご都合があり、解体撤去されるというお話があり、私、地元なもので、本日取材に、伺わせていただきました。キハ8500型は、名古屋鉄道の、特急北アルプスとして、JR 高山本線などに乗り入れ、名古屋鉄道での運用終了後は、会津鉄道の方に、会津快速会津マウントエクスプレスとして、会津若松から、鬼怒川温泉、会津鉄道と柳川鉄道、東武日光線ですね、東武鉄道の方を乗り入れて、2010年まで、運用されておりました。2011年より、愛知県の、一般の方が、買い取っていただき、東日本大震災などの、影響により、こちらの施設に、約4年間ですかね、生体保存されておりましたところ、いろんな維持管理の面で、維持費がかかるということで、クジャンの施設にはもう置けないということが、発表になりました。当初ですね、こちらの方で解体され撤去されて、スクラップになってしまうんじゃないか、そのようなお話が、ネットの中ではたくさん飛んでおりましたが、本日ですね、私、取材に行ってまいりまして、新たな情報が、分かりました。たった今ですね、会津村の受付の方とお話をしてきまして、キハ8500型の今後について、話を聞いてまいりましたところ、現在今8月13日の木曜日ですね、本日撮影をさせていただいているんですけど、8月の16、17あたりですかね、こちらの日に、このキハ8500型をですね、解体、こちらの方で解体いたしまして、マレーシアの方で、実際に運用するという、計画があると、お話ししていただきました。こちらの方ですね、まだ正式に発表されていないと思うんですけどね、施設の方がね、私に説明してくださり、押していただきました。これからね、マレーシアの方に輸送の準備があるので、そこを私撮影できるかどうかはちょっと分かんないんですけど、結構お金、金銭的にもかかると思うんですけどね、どういう団体がこうそれを援助するかっていうのは詳しく分かんないんですが、このビニールシートをかぶつ状態で、解体、そしてトレーラーの方で、マレーシアへ向けて、キハ8500型のこれはタスキハ8503と、中の方にですね、こちら中の方にもう1両キハ8502の機動車が、2両、マレーシアの方で、今後 運用されるという話なんですけど、引退してね、4年間ぐらいずっとこの状態なんで、エンジンですとかね、その部品関係、実際に走らせることができるかっていう疑問も私はあると思うんですけど、そこはね、整備の方が、しっかり整備していただいて、マレーシアで、またこの機械8500型が走るという計画があるそうなので、ぜひね、マレーシアの方で、たくさんのお客さんを運んで、またね、いろんな鉄道ファンの方も日本から、マレーシアの方にね、たくさん行くと思うのでね、その際にはね、機械8500型の新しい雄姿をね、見せていただきたいと思います。本当に解体されるんじゃないかっていうね、もうバラバラにスクラップされるんじゃないかっていうことを私も思ってたんですけどね、本日お話をしていただきましてね、新たなね、マレーシアという土地で運用されるということなので、私もすごく安心いたしました。ツイッターのフォロワーの皆さん、快速おこじょ幸せ物語、そして今回ですね、キハ8500型を守りたいというね、新しいアカウントを作りまして、こちらの、状況を、皆さんにご報告していきたいと思います。本日はね、お忙しい中ね、この私の動画を見てくださりありがとうございました。皆さんもね、
キャハ線が型のね、これからの今後について気になっていたと思うのでね、こちらの動画を見てね、少しでも安心していただきたいと思っております。これからもですね、地元福島を通しまして、皆さんにね、鉄道の、列車の、魅力をたくさんお伝えしていきたいと思いますので、今後とも、どうか快速、SL 快速を向上幸せ物語をよろしくお願いします。それでは、たくさん動画を撮ってまいりたいと思いますので、どうぞご覧ください。本日はありがとうございました。